早々のフリーレン第18話一級魔法使い選抜試験見ていきたいと思います。まあでもなんでこれを受ける流れになったのかなとかも思いながら、前回のねザインがまさか離脱するとは思ってなかったんだよ。いやでも付き合っちゃえよはめちゃくちゃわかる。それはそうって思います。まあね、実際全員はゴリラと会うために街を出たっていうのがあるからさ、会えるといいな。でまたいつかね会えるといいとは思うんだ、フリーレンたちに。またな、またねって言ったじゃん。いいなと思う。でね、次回予告でさ、小安の声してるからさ、小安ボイスがあったから、おおって思った。なんだったかな、人を殺す目だみたいなこと言うような気がする。聞きゃ分かんないけど、聞くのめんどくせえからいい。じゃあ、早速、見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。よろしくお願いします。よいしょ。フリーレン。フリーレンってマジ何級なんだろう。もともと持ってたみたいなこと言ったけど、だいぶ昔だからもう意味がないみたいなこと言って。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。オープニングとエンディングが変わったんだよ。でもザインいるんだよ。あと全然違う声もしたから多分新キャラはやっぱ出るんだろうなとか思うけど、本編開始。第18話一級魔法使い選抜試験。あいつよ、あいつや、真ん中に座ってるやつ、オープニングのやつ。
だいぶ最初や。なんででしょう。言い回しがおしゃれや。おお、出た。思ったより早い再会だな。多分合流するやろ。かっこいい。次回予告でやるやつ。おお、行かねえ。行かねえんだ。会わねえんだ。反応する人がいる。言葉遣い変わったよな。
知らねえ。同じこと言ってる。頭の横すぐ死んじゃうじゃん。もう言わないようになったな。誕生日だ。誕生日か。誕生日だろ。ゲイな。フェルムもすげえじゃん。一級でよくない？殺す。言っちゃダメですよ、それ。もう喧嘩してる。最悪じゃん。大丈夫かな。大丈夫かな。第一次試験区域。
そうね。じゃけんかったか。それが難しいんじゃないのか。できんのか。力量分かってんじゃん。ほう。ああ、ミスりそう。飛んでいっちゃったよ。オープニングのやつやん。すごっ。そうなんだ。そのあいつそんな早いんだ。いや、ああ、ずっと喧嘩してる。
やばい。フリーレン。これだったか。すげえな。ああ。飛んどるやん。A1! 早いな。はい。何すんだろう。でも3人組のパーティーだもんな。こっからどんだけ減るんだろう。それぞれがどういうふうに捕まえるかとかも気になるけど、どういうふうにするんだろう。一瞬で終わっちゃった。一番最初の方のあれよかったな。なんだその照明がどうのこうのみたいな話の時にさ、私たちはフリーレンがすごい魔法使いだっていうことは知っている、同じ言葉を言うんだ。でね、前は人間はすぐ死んじゃうじゃんって言ったけど、今回はもう違うんだよ。頭撫でるんだよ。あそこ良すぎたな。
そっか、それぞれで捕まえるけど、それに対する入念な計画っていうあれだったりするのかな。一級魔法使いも大変なんだな。いろんなキャラクターがいたけど、多分そこまであれなのかな、やっぱ関わりとしては少ない感じなのかな。本当になんかこの選抜試験だけでしか会わないキャラクターたちなのかな。今後も会ってほしいんだけど、どうなんだろうか。まあでもなんかみんなで考えて捕まえるっていうの、まあ各チーム考えてはいるだろうし、うわどうなるんだろうな。とあとあれだったな、オープニングにおったなんか目つきが悪いあの椅子に座ったやつはすごいやつっていうことが分かったな。あれも一級魔法使いなんだ。でもなんか人間ではなさそうなんだ。何なんだろうな、あいつは。おもろかった。またなんか今回もいろいろあったけれども、こっからよ。おもろかったな。よかった。終わり。もしこの動画よかったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらチェックもぜひ。ということで、早々のフリーレン。第18話一級魔法使い選抜試験でした。ありがとうございました。ならに。